中村まんじゅでございます。初めて自己紹介でまんじゅと言いました。稽古も始まりまして、一日一日と、まんじゅ時蔵梅子の3代の襲名披露が近づいてきたなと感じております。でもなかなかこの色を出すのが大変でございまして、千住先生のスタッフと、この幕を作ってくださった方々、歌舞伎座皆さんが協力して、この幕が出来上がったわけでございます。千住先生のお名前を汚さぬよう、襲名披露一生懸命努めたいと思っております。私も時蔵に、襲名させていただくにあたりまして、さまざまなことを準備してまいりましたけれども、その中でもダントツで一番嬉しいのがこの千住先生に書いていただいた祝い幕でございまして、私も今日初めて拝見させていただくんですけれども、この千住先生の代表的な滝の絵をこうやって歌舞伎座にかけられるというのは私にとりましてとても喜ばしいことでございますので、ぜひこれをさまざまないろんなお客さんに見ていただきたいと思っております。では梅子さんお願いいたします。中村梅子です。本日はよろしくお願いします。この幕見てどんなふうに思いますか？近すぎるね。かっこいいね、すごいね。滝みたいな色で綺麗です。梅子という名前は慣れましたか？慣れました。いよいよ初日を迎えますけれども、稽古の方は順調ですか？まあまあ。まあ、今回はね、結構長い時間舞台におりますので、はい、さまざまなダメ出しを昨日の稽古でも随分しましたけれども、まあ、一個一個修正していくのが大変かな。どうしても踊りの場合は、これまでは稽古場で、テープで稽古をしておりますで、昨日初めて、地方さんが来て生で演奏していただきましたと。生だとやはりちょっと、自分の今まで稽古してた間とかが、まあ、テンポもそうなんですけども違うので、それに合わせるので結構苦労してたんじゃないかなと思います。お友達が見に来てくれたりとかするんでしょうか？はい。それは楽しみですか？見てほしいですか？あんまり見てほしくないですか？あんまり見てほしくないです。